イエスハッピーの寝るときに聞くラジオ、お休み前に聞いてね。さあ始まりました、イエスハッピーの寝るときに聞くラジオ。イエスハッピーのさやかです。心です。よろしくお願いします。32歳になりました。おめでとうございます。楽しかった。今年は4日間、うん、まあ4日間で間はヨンちゃんとじいちゃんだけど、まあでも実質4日連続バースデーパーティーしたみたいなもんだよね、うん、どうでしたか。いや、まず初日から振り返っていい、うん、いいよいいよ。9月10日誕生日当日につぼみ大革命とのツーマンライブがあって、そうです、はい、泣きましたね、リハから泣けたよね。なんか、うん、なんだろうな、やっぱなんか会った瞬間はさ、うん、久しぶりだけど、うん、あのツイッターとかでも見てるし、まあ、確かに見させてもらってるんですよ。そうだからなんか顔はさ、まあ、見慣れてるというかさ、うん、全然違和感なかったんだけど、うん、やっぱライブをさ、そう、まずリハをね、うん、2人でねセンターで見させてもらったんですよ大富豪のね、大富豪の遊びをしたんですよ今年も。そう、この時だけは私たちの2人占めなんでつぼみちゃんを。そうなの。なんか、うん、そっから私らまあ泣いてたじゃん、久々のつぼみのライブに、うん、そうで、すっごい泣けたんですけど、うん、まあ本番やっぱり誕生日に呼んでよかったと思うのがさ、うん、つぼみちゃんがさ、その誕生日だからということで、さやかさん、さやかさん、イハビさん、ありがとうって歌ってくれるじゃん、うん、そう、MC とかね、贅沢すぎて、なんかごめんみんなってなったごめんね、私ばっかりに、つぼたさんに、つぼたに、ごめんごめん確かにあれはめっちゃ羨ましいと思う。だってナインさ、うん、毎回っていうか一人ずつ絶対言うじゃん。さやかバージョンになるもん ね。あれ多分みんな想像してるね、自分だったら。あれだってすごいことですよ、推しメンが自分の誕生日に自分に向けて歌うって。そう、なんか私も今年呼べなかったから、うん、この間してもらったなーって思いながら、ね、羨ましかった。でもそりゃ誕生日の特権ですから。いや、来年こそ心さんもこれ味わってほしい本当に嬉しいから、ね、でそれだけでも嬉しかったのに、うん、まずなんかライブを一緒にできたのもめちゃくちゃ嬉しくて、うん、7ヶ月ぶりだったから、うん、あの周年で一緒にライブしたぶりにつぼみちゃんとライブができて、うん、だからそのライブだけで嬉しかったのに、うん、新曲を初披露してくれたのもめっちゃ嬉しくて。そうなんですよ。なんかもう本当に幸せだった。人生のピーク迎えてるわって今年も思った、ね、思った、うん、でも更新できてるのがすごいことだね。すごい。だって去年もその大好きな友達フォアドルちゃんとか、うんうん、呼んでさ、東京からロビーさんまで来てくれて、うん、つぼみちゃんもいればラブリーズもいて、夢のようでしたね。もう夢のようなバースデーだったのに、今年さらにまた楽しくて、ね、うん、30にも最高やなと思った1日目で、2日目はみずもとちいちゃんのバースデーライブに呼んでもらったんですけど、はい、うんうん、2days つぼみこんなことあるっていうぐらい嬉しかったよ ね。マジで贅沢だなと思って。なんかその自粛前もさ、だんだんつぼみちゃんが忙しくなってさ、うん、そんな 2days とかなかなかなかったじゃん。一緒にライブするのが珍しいもんね、うん、そうそう、東京行ってたからさ、うん、だからさ、なんだろうこのご褒美って思ったよね一気にね 2days 来たからめちゃくちゃ楽しくて、なんかまた明日って帰れたのも嬉しくて、うん、嬉しかった。でも2日目はみずもがね、誕生日だったんで、ちいちゃんと2人で、そう、水野プロデュースのイエスハッピーをお見せできたかなと思うんですけど、どうでしたかね皆さんロリーダというね、そう、これフリフリの、なんて言うんだろうねあれね、なんて言うの、あれ何ファッションっていうの、まあ、ロリータファッション、ロリータファッションだもん。あのイオンちゃんがもう全部服を用意してくれて、うん、メイクとヘアメイクも私してもらって、うんうんうん、で心さん最初私似合わないよって言ってたんですけど、そう、なんか憧れてたんだけど、ずっと似合うと私は思ってて、いやいや、すごい似合わないと思って、なんか体がいいからさ、全然バーってなるなと思ってたけど、すごいやっぱイオンちゃんがさ、うん、なんて言うんだろうな、もう隅から隅までプロデュースしてたね。そうそうそう、似合うように、そうそうそう、で面倒見てくれて、自分が主役なのに、そう、私出番の本当に3分前ぐらいまで私の髪の毛巻いてくれてて、そうそう、いいよもう私なんかって言ってなんかそれがすごい人にこう尽くせるっていうのが、改めてなんか、うん、つぼみのことも大好きじゃない、そう、なんかイオンちゃんってプロデュース力がすごい、うんうん、人のことを、うん、グループのことを、そう、だから改めてなんかめっちゃ人のことをこう好きになったというか、イオンちゃんっていう人すごいよね、うんうん、で私はまあおしめのちいちゃんが誕生日で絶対出たかったんですよ、うん、でなんかその3月に誕生日なのに延期になってもうできないんじゃないかと思ったって言ってたけど、そのちいちゃんの誕生日をね、半年かけてね、うん、延期して、うん、みんなでお祝いできたことがすごい嬉しくて、ねえ、だって最後の MC 泣きそうだったもん、なんか嬉しかった、うん、かわいいちいちゃん、本当に本当にかわいいよね、うん、いつまでたってもなんかちいちゃんだなって思うよね、うん、何歳になってもあのままなんだろうね、うんうんうん、ぐで玉のね、そうそう、風船持って帰って、かわいい、かわいいよね
みんなにさ、結構さ、そのくーちゃんとかでさ、アホ面して帰るやろとか言ってるの、先輩なのにね、一応そうなの、なんかもうそういうのもすごい久しぶりにさ、こっち行ってさ、めっちゃ可愛いなと思った。なんかつぼみのバースデーライブって、うん、本当にそのメンバーがすっごい幸せそうで、うん、周りのメンバーもすっごい楽しそうだから、うん、つぼみのバースデーライブ見ると、うん、さらに良さが分かって好きになるんですけど、ファンの人と同じ現象なんですけど、今回もそうなってなりました、ね、つぼみ大好きって言って帰りました楽しかった本当に今年なんか1年分をギュギュッとなんか楽しんだ感じだった。楽しんだね、我慢した分めちゃくちゃ嬉しくて、うんうんうん、で9月25日にもね、そう延期になっていた、うん、あのシーピンとユーカタミヤのね、うん、バースデーライブに呼んでいただいておりますので、まだ会えるわけだよ。今月もう一回つぼみとライブできるんか最高やな。手を上に伸ばしておりますぐーっと伸びましたで最高の2日目だったでしょ、うん、で3日目が、うん、あのハッピーちゃんこんばんはをさせてもらって、あそうだね、もともとねできなかった予定なんですけど、そうそうそう、ゴールディが空いてるということで、うん、もう2人でもさしてよっていうことで、うん、まあでも内容的には、まあ、一応誕生日ではあるんですけど、うん、次の日がバースデーライブだったから、うん、まあ普通のこんばんはでちょっとだけお祝い曲入れようかなぐらいだったんですけど、うんうん、なんとね心ちゃまが心たみゃが心たみゃ私にサプライズをしてくれまして、そうなんですよ、曲を作ってスライドショーにしてくれました。そうサプライズ大好き、ね、あれいつから作ってたって言ってた？いやでもなんかその自粛の時に、うん、あの作曲しようと思って時間あるから、うん、でコード弾いてしようと思ったんですけど、すごいどうやって作るの？ギタージョンジョが弾いて？そうそうそう、なんかなんとなくさ何個かさ覚えたさコード、うん、よく出てくるコードとかその他の人の曲練習しててさ、うん、あこういうので流れがあるんだなと思って全然わかんないんだけど、うん、あでもこう歌いながらできるわと思ってやっててけど、なんかそれはあんまり自分でしっくりこなくて、うん、でも本当に誕生日の1週間前ぐらいかな、うん、すごいキンキンだ。そう1日休みだった時があって、うん、でその日本当1日中弾いてて、そうで、なんかあできたわと思って歌詞つけて、そうそう歌詞つけて作りましたね。すごい良かったんですよ。本当に私サプライズの気配すら感じてなくてなんかしてもらおうとも思ってなかったから本当に。そうなんかさ、そのどれぐらいさディスタンスをさ取ったらいいか分かんないからさ、うん、本当はケーキとかも出そうかなって思ったけど、あ、まあ食べ物を出してみたいな、なんか自分じゃ分かんなかったから、うん、あじゃあまあいつもスライドショーとかやってるし、ゴルディさんってすごいアットホームだから、うん、そういうのしようかなと思って、あれ曲でもよかったんやけど、うん、まあ、どうせできるんやったらしようと思ってして、すごい、ね、なんかその時さ、いやいや出る時にさ、なんかどうやって誕生日感出そうってさやちゃんがすごい悩んでたの。そうなんかもうだって散々お祝いしてもらってるし明日もあるしみたいな。そうでさ、可愛いのがさ、心さんごめんだけどここでちょっとさおめでとうみたいな演出してる自分で、いやこの感想でさやかさんおめでとうってちょっと言ってくれない？そうそう、あんまり本人が言うもんじゃないよ、おめでとうって言ってくれない？でもなんかそれで私はさサプライズするよって思ってるからさ、うん、あーかわいいな、私はもうだからもう誕生日感ないやろうなお客さんもと思ってそうそう、でお客さんのためにねどうしようと思ってたもんね、うん、そう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 、自分はさ、まあ、明日もあるしもあるけど、そう自分はもう10日でも楽しかったし明日もあるし思わず連チャンになったから、そうそうそうでもよかった、喜んでもらえて、めちゃくちゃ嬉しかったでどんどんだってさなんかクオリティが上がってるじゃんだっていつか曲を作りたいって言ってて、うんうん、その次の年に曲作って、うんうん、歌詞つけて歌ってくれて、うん、今年まさかそんなことあると思ってないから嬉しい、いや私もできんと思ったんだけど、みんなすごいな、内緒にするのうまいな嬉しかった、やったー、どっかでこれみんなにも聞いてほしいな、うん、だってあれこんばんはと配信見てる人にしかね、そうだね、見えてないけど、まあでもアーカイブ2週間残るので今んとこまだ見れるんで、気になる人はハッピーちゃんこんばんはの9月12日の公演をね、うん、アーカイブでチェックしてもらえたら、うん、心さんの曲がそこじゃないと聞けないので、そうぜひぜひご購入よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします最高に幸せでしたこれは、やったー。そして13日ですね、うん、はい、京都ミューズでね、はい、久々のワンマンライブとハッピーちゃんいらっしゃいスペシャルということで、はい、どう、いやワンマンライブがめちゃくちゃ久々だったから、うん、いやめっちゃ楽しかったんだよ、めっちゃ楽しかったんだけど、うん、めちゃくちゃ疲れた。そうなのよ、やっぱその休憩してたから、うん、体力もだし頭もさどんどんなんかこう回らなくなるわけよ。こんなに曲を覚えて歌うことがなかったからこんな覚えてたっけと思って、そうでありがたいことにやっぱさオリジナル曲がめっちゃ増えたじゃん、うん、だからさ
なんか自分でも怖いぐらい、うん、ここが分かんないみたいなのが、どっちが歌っとったここみたいなのがすごい多くて、そう、でもなんかリハーサルスタジオ借りてリハーサルも、うん、結構したもんね、うん、今回不安だったから、そうそう、でもそのリハーサルも楽しくて、うん、なんかその今言ってたみたいに、うん、ここどっちだったっけみたいなんで、さやちゃんがマイクをスッと持ち上げて、そう、今日という日のね一番気持ちいい落ちサビがあるんですけど、ね、もう気持ちよくなってるから、私やーと思って歌おうとしたら心さやから、あ、私ですね、そのマイクを下ろして回してね、本当にそれぐらい、うん、今日という日なんか最近歌ってるのに、うん、ワンマンってなると覚えることが多すぎて、うん、そのうちだからモニターに全部歌詞出そうかな大御所のようにちょっとスッと下を見てね、うん、あと新曲があったからね、エンジョイのね初披露をしまして、うん、なんかやっぱ何自分で歌詞を書いてるから、うん、なんかどんな風に歌おうというかすごい楽しみにしてたんですけど、うん、やっぱいざリハじゃなくてライブで披露するってなると、うん、お客さんの顔が見えるから、なんかこんな気持ちで書いてみたいな説明してたらどんどん胸が熱くなってきてね、すごいちょっとジーンときましたよ、エンジョイ歌ってて。いや、ジーンときた。なんか明るめの曲なのに、うん、なんかグッとくる。グッときた、自分でも、ね、我ながら。そう、なんか私はまだ振りもつけたから、うん、いっぱいいっぱいでちょっと泣くまでには浸れなかったんだけど、そう、なんか私も泣いたらやばいと思った、うん、それこそ年末のワンマンで歌うってなったらさ、ちょっと泣く自信あるよね、うん、いい、すごい素敵な光景見れそう、うん、で嬉しくて、うん、でやっぱワンマンだからみんなも楽しみにしてくれてて、うんうん、なんか久々に見る顔とかもあったし、うん、久々に歌う曲もめっちゃあったから、ね、私すっごい嬉しかったのがナイトクルージングを7ヶ月ぶり、え、どんぐらいぶりに歌ったんだろう。でも結構久しぶりだったよね、うん、なんか声出させられないから、うん、この状況的に、うん、歌うことができないからどうやって歌おうってずっと言ってて、うん、なかなかライブではしてきてなかったんですけど、うん、久々にその乾杯ソングからの、うん、ナイトクルージングのイントロがかかった瞬間にみんながこう声は出せないけどおおみたいな顔してたよね、みたいな顔になったのがすっごい嬉しくて、うん、そう、あれはずっとさみんなもこう手あげれるからさ、うん、もう体を座りながら体を、そう、なんかかわいそうだったら声出せないのが盛り上がってるのにで伝わったよね、伝わった、うん、めっちゃテンション高いのが、うん、なんか曲がこうやって愛されてるのが嬉しいなと思って、なんか嬉しかった、すごいね、一曲一曲なんか、うん、もっと歌いたいんだけどね、うん、いろんなとこで、この間も話してたけどさ、その夜のバースデーの時にさ、うん、だってとかも全然さ、そう、ライブで ね、なかなか歌えてないから、うんうん、もっとねパオちゃんも好きって言ってくれるし歌いたいんですけど、うん、私がグッときた流れがさ、うん、あんまり歌えてない最近磁石、うんうん、磁石、レディオから、レディオからの磁石がなんかエモーと思ってそう、昔書いた歌詞なのに、心さんが私の誕生日の時に憧れのステージまで行こうっていうね、ビッグキャットにぴったりじゃんと思ってそうで、ちょうどなんかそのレディオの前にクラウドファンディングの話して、うん、でビッグキャットのなんかテーマソングにしてるレディオがあってからのその磁石で、ね、うん、そう、なんかいい流れだなと思って組んだものの、うんうん、本当に歌ったらもう勝ったねえ、私もあれがあれかな、初めてさやちゃんに、ね、そうだよね、作ってくれた、だから本当に初期の初期のなんかストレートな気持ちみたいなのが入って、うん、あれ歌うと思い出すわ、なんか熱かった気持ちを、うんうん、そうで、歌詞書きたいなって思った時に、うん、絶対にイエスハッピーを入れたいって思ってたから、うん、それもなんかあ、そういう気持ちで書いたなとか思ってたら、うん、結構本当エモかったな、エモかった、うん、なんか思い出させてくれたし、うん、レディオとかもだけど、なんか今も昔も変わってないなと思った、うんうんうん、自分たちが、そうそうそう、いい意味で、そうで、なんかさあっこでおばあちゃんになってもとかもさ、うん、今さもうずっとさ、うん、歌っていこうねって言ってても32だけどさ、うん、なんかそっちにまた近づけていけたのもなんか嬉しいな、理想の形に近づいてるなっていう、いやー、ね、これもビッグキャットで歌ったら泣ける曲ですね、うん、そしてね、夜の部はハッピーチェイいらっしゃいスペシャルで、さやかさんお誕生日おめでとうスペシャルと名付けまして、うん、まあ、ゲストに来てもらって、後輩のミケネコガールズと、うん、アーのことぱおちゃんと、うん、未来スカートプラスのマリちゃんが来てくれたんですけど、はい、まあ楽しかった、いや、めっちゃ楽しかった、なんか私もなんか自分主役だったっけぐらい、めっちゃ楽しかったよねそうそう、すごい楽しくて、うん、なんかさやちゃんがこうパオちゃんがさ、うん、MC とかでめっちゃさやかさんさやかさん言ってくれてた、でなんかすごい思い合ってるなと思って、ラブラブなんだよそうそうそう、でパオちゃん心さんのこと大好きだそれも嬉しいんだよね、だって今回決まった時なんか全
前回心さんの誕生日祝えなかったから呼んでくれて嬉しいみたいな。かわいいって私は溺愛しとるね、うん、パオちゃんかわいいって。パオちゃんも5ヶ月ぶりにライブハウスでライブするって言って、うん、も私もファンの人と同じぐらい楽しみにしてたから、うん、やっぱかっこいいなと思って、うん、おしゃれだしうまいしかっこいいし、うん、楽しんでたねパオちゃんも、ね、ファンの人もコラボめっちゃ楽しかった。そう、パオちゃんとラストサマーを歌いまして、うん、いやうまかったね。うまい、もう出だしで、うん、A メロの出だしのパートをパオちゃんにお願いしたんですよ、うん、私が今回歌わりしてて聞きたいところをパオちゃんに歌ってもらったんですけど、うん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 、そのリモートで一回コラボしたことあって、うん、ラストサマー、うん、でいつかライブで歌いたいって言ってて、本当はバースデーだからその、うん、アーの曲を歌わせてもらおうかなと思ってたんですけど、うん、パオちゃんもマリちゃんもイエハピの曲を覚えるよって言ってくれたんで甘えてお願いしたんですけど、空気変わるよね、パオちゃんの声が変わる発された瞬間に、ね、なんか言ってもらえて嬉しかったのが、うん、なんか2人もいいけど3人だとまた違う良さあるよねって言われた時に、うん、なんかちょっと引け目じゃないけどさ、うん、引けんのかなここ入ってってって思ってそう、なんかパオちゃんうまいからって思ってたけどそうそうそう3人ともいい声だからって言ってくれてめっちゃ嬉しかった嬉しかったよね、楽しかった。いや相性めちゃくちゃいいなと思って、うんうん、なんか私パオちゃんで、うん、2人で歌ってるところに心さん入ってきた瞬間に、うん、バチーンってなって嬉しかった、しっくりきて嬉しかったんですよ、ね、でこれ前回、あ、今回配信がないから、うん、みんなにも見てほしいなと思って、うん、今クラウドファンディングの、ね、方が参加してくれた人に、ね、限定公開で、うん、ブログを書いてるんですけど、そこに URL 貼ってるので、うん、SNS とかには、ね、載せたらダメなんですけど、ぜひぜひそこからパオちゃんとのラストサマーチェックしてほしいなと思っているので、うん、チェックしてみてください、うん、そしてマリちゃんとはね、うん、君と二人を歌いまして、そう、それもさ歌割りのこうパート分け最高じゃなかった、うんうんだったなと思ってグッときた私も、うん、なんかね、うん、パオちゃんの時はパオちゃんをゲストに招いて真ん中に入ってもらって歌ったの、うん、でもマリココの場合は私はマリココに挟まれてこの曲を歌いたいと思って、うん、君と二人を選んだから、うん、自分から真ん中にちょっと入れてでパートありもめっちゃ悩んで、うん、歌ってほしいとこマリちゃんに歌ってもらったんだけど、うんうん、その一番嬉しかったのが、うん、二人が順番に歌っていって、うん、僕の諦めない理由みたいな、うん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 、あれがもう二人がこっち見てニコってして歌って私あれ今日死ぬのかなやめてよなんか幸せすぎて出んのかなと思ってマリココのなんかなんていうのあったかさとかたくましさ嬉しい安心感がすごくてなんかすごい2人が私の方を向いて笑ってるのが幸せだった嬉しい、私もでも嬉しかった、うん、本当にマリちゃんってなんかすごいよね、かっこいいし、かっこいい、包んでくれる、本当いつでも、ね、飛んできてくれるしね、最高の君と2人だったんですけど今日はラジオを聞いてる皆さんにプレゼントということで、はい、映像を撮ってたのでこのライブバージョンで3人で歌った君と2人をちょっと聞いてほしいなと、うわー贅沢プレゼントですよ。それではね、うん、イエスハッピーのねさやかさんとマリココの2人で歌ってもらいました、聞いてください、君と2人。
なんでしょうね、この結束力というか仲間同士いや、出だしもやばいわ、そういえば夢中で駆け抜けてきたねっていうのをマリちゃんと私が歌ってるんですよ、砂利道たくさんで、歌いながら涙出すやと思うそうだよね、マリちゃん大変だったよね、大変だったよねってなるよね、いやよかった、こんな日が来ると私も思ってなかったわ、いい歌詞書くじゃんありがとうございます、いい曲だよこれ本当に嬉しいよ、ね、これからもね、3人で頑張っていきたいな、パワちゃんと4人でね、いろんな面白いことしていきたいなと思います、そして新曲の披露もね、夜の部でもしたんですけど、しましたよ、ベストフレンド、はい、いやこれも派手にできましたね、はい、今回サプライズでね、後輩の三毛猫ガールズがね、バックダンサーをしてくれまして、夢だったね、夢が叶ったんですよ、その共に踊れとかダーリンで後ろで一緒の振りをしてくれたことはあったんですけど、私夢があって、結構ラジオでも言ってるんですけど、キンキキッズになりたくて、そのジュニアを従えて、派手に演出をしながら踊るっていうのが憧れがあって、私らはただただリズムに身を委ねて歌ってるだけで、周りでキッズやジュニアたちがすっごい踊ってるっていうのをいつかしたいなと思ってて、後輩ができたもんだから、今回ちょっと誕生日だからお願いしていいって言ったら、みんなが頑張りますって言ってくれて、ロックダンスに挑戦してくれてるんですよ、すごいダンスね、本当にガチガチのね、めちゃくちゃ踊ってたね、すっごい汗かいてた、いやありがたいよね、かっこよかった、この子たちこんな踊れるんだと思って、感動しちゃった私、その後ね動画ももらったけどね、すごいなって、一人ずつ見てたらまたね可愛さがそれぞれ、そうそうそう、ここキティ可愛いみたいな気まずそうに私らの間に入ってこっちって踊ってるあれが一番可愛い、可愛いよね、真ん中に入っちゃったねっていう、いやでも本当にみんなが練習頑張ってくれて、その一曲のために先生がレッスンしてくれて、夢を叶えるために私と、みんなが協力してくれて、なんかすごい頼もしく見えて、なんか新しい一面を見れたね、後輩の、そうね、今後も楽しみだね、楽しみ、どんどん増やしていこうかな、いろんなの作ってさ、めちゃくちゃかっこいいじゃんだって、関西アイドル界ではないんじゃない、もうただただ後輩で後輩を後ろで踊らすっていう、いやないでしょう、なかなかないよ、夢の山田帝国に近づいたな待って待って、ごめん間違えた、イヤビ帝国やった本名で言うてもったいつの間にか私の帝国になってしまったいいんだけどね、いやでもね、めっちゃ楽しかったね、心さんもいい歌詞を書きますよ、あ、よかった、ね、気づいてる人がいたんですけど、スピードマックス感があるっていう言われて物販でめっちゃ嬉しかったよね、それですそう、なんかさやちゃんがテーマくれた時に、その女の友情みたいな言ってくれてた、プラス、なんかほら心さん好きなさ、スピードさんみたいなさ、感じって言われて、女子会みたいな、そうそうそう、女同士のノリってあるもんね、わかりましたって言ってでもそれを出したってことでしょ、心さんが、いやでもすごいなんかわかりやすかった、それで育ってるからさ、あ、わかったよって思って、本当にざっくりイメージを言うと心さんすっごい綺麗に仕上げてくれるからいやいや、でもそれも気づいてもらえるのもなんか嬉しかったし、嬉しかった、世代が一緒だねって言って盛り上がりましたね、え私たち仲いいからっていう感じの曲をね作ってほしかったんですよ、歌詞もねどっかでまた本当だね、2人バージョンでも歌っていかなきゃいけないしね、ガールズがいなくても派手にねできるようにね、踊れるかないけるかないやなので新曲もねまた聴けるのを楽しみにしてほしいなと思っております、ということで4日間、めちゃくちゃ疲れたけどめちゃくちゃ楽しかった、本当によかった、おめでとう改めて、いや心さんもいろいろ準備したりね、頑張ってくれてるのすごく感じましてありがとうございます、やっぱ誕生日って幸せだなと思いました、32歳も2人でバリバリ頑張っていきたいなと、イエハピ帝国を築くために頑張って働きたいなと思っておりますので、今年も一年よろしくお願いします。ということで今日はかなり喋りましたがまた来週お会いしましょう、おやすみなさい。